さっきも言ったけど、私もくさびについては詳しくないわ。あれは、未知の部分が多すぎるのよ。もしかしたら、作った本人も完全には理解していないかもしれないわね。ん？作ったやつを知ってるのか？ええ。もっとも、遠い昔に死んでしまったけれど。そうか。じゃあ作ったやつに聞くってのは無理か。そうね。で、そのすっげえくさびとやらはどんな力なんだ？魔素を断つ力かしら。魔素の流れをせき止め、その活動の一切を封じ込めてしまう。簡単に言えば魔素の無効化ね。無効化？そう。例えば、起動させた櫛灘の楔を使えば、その鎌と境界のつながりを断ち、魔素の流出を止めることができる。一人の人間が作り出した装置とは思えないわね。魔素のつながりを断つか。だから、魔素の結晶である帝、あなたの妹を倒す。消滅させる可能性がある。そうなれば、結城テルミも殺すチャンスが生まれるわ。テルミを殺せるか。ウサギ、そのくさびとやらはどうすりゃ手に入る？あなたじゃ無理ね。即答かよ！つか待て！どういう意味だ？あなたじゃ無理よと言ったのよ。クシナダのくさびは、あの大魔導士ナインが保管していたはずなのだけど、それを天井が手に入れた。多分、イカルガ内戦の時ね。そして理由はわからないけど、天井はあの楔を封印した。教会の狭間に。その封印を、門を開くには、青の継承者、ノエル・バーミリオンの目の力が必要よ。はぁ？ノエル？あいつまだ目の力持ってるのかよ。あの時、あなたによって精霊を無効化されたとしても、力を完全に失ったわけではないわ。マスターユニットは、あの子をまだ青の継承者として認識しているはずよ。マジかよ。ま、不幸中の幸いか。とりあえずノエルがいれば、その門とやらは開くんだな。絶対とは断言できないけれど。やっぱ問題あるのか？あの子自身の問題よ。あなたには関係ないわ。だけど他の方法はねえんだな。そうね。現状ではあの子以外ね。でも、仮に楔を手に入れられたとしても、起動は無理よ。さっき言ってた、起動させる術は失われてるってやつだろ。でも、天井がわざわざ教会の狭間に封印するってことは、起動方法は他にあるかもしれないってことだろ。ないかもしれないわよ。いいさ、とりあえず可能性にかけてみるよ。他にいい方法もねえしよ。ま、とりあえずノエルだな。ラグナ、もしクシナダの楔を手に入れられて、起動方法も見つけたとして、本当に彼女を消せる？しつけえぞ、ウサギ。何度も言わせるな。帝は、サヤは必ず俺が倒す。倒すね。この際だからはっきり言うわ。彼女を殺すことは不可能よ。は？ふざけんなよ。楔があれば倒すとか消滅とか言ったじゃねえか。肉体を消滅させることは確かに可能。そういう意味よ。それは倒すってことだろうが。お聞きなさい、ラグナ。うつしおの状態でも
帝の力は強大。普通の戦闘であなたが勝つのは無理よ。また勝てないってか。それ、テルミの時みてえな理由かよ。違うわ。純粋に実力の差よ。戦闘力だけで言うなら英雄さん。白面が全力を出し切れる状態でも難しいと思うわ。おいおい、じゃあ六英雄全部呼んでこいってか。そうね、それくらいで希望が見えるかしら。マジかよ、黒き獣並みってか。ある意味黒き獣以上ね。ある意味黒き獣は殺せる、帝は殺せないわ。不死身ってことか。不死身は殺せるわよ。現に私を殺すことは可能だもの。帝は、彼女はその存在自体が死なの。死？なんだそれ。死を殺すのは不可能。それは永遠にあり続け、世界を死へと導く。帝は、この世界の死が具現化したものなのよ。ちょっと待てよ。それってもう反則じゃねえか。そうね。でも、またここから月を見上げる夜が来ようとは、懐かしいものよの。ここは変わらんな。帝、どうしてここに？ふん、レイチェル・アルカードか。控えろ、図が高いぞ。グラビティシード、ファントム、ビビちゃんが重い、体が重いっす。つくよみ、出すぎるな。要はその男に用があって来たのだ。俺にだと？ラグ、あ、逃げなさい。大丈夫だ、ここで暴れたりしねえよ。ほう、何の用だ、サヤ。何、あの時は会話すらままならなかったのでな。わざわざ世から出向いてやったのだ。それに、うつしおに出るのは久しい。たまには外界の空気も吸うてみたい。うん、やはりか。あ？ラグナザ・ブラッドエッジ、世のものとなれ。はあ、聞こえなかったか？世のものになれと言うたのだ。世に服従を誓え、永遠に世に尽くすのだ。そうだな、代わりに狭間、ま、結城テルミの首をくれてやろう。どうだ、悪くない条件であろう。てめえ、何ふざけたこと抜かしてんだ。なんだ、不満か。ではこう言ってやろう。兄様、サヤと一緒に来て。今すぐぶっ殺す。やめなさい、ラグナ。ふぅ、消えた。相変わらず気性が激しいな、兄様は。てめえ、な、なんだ、体が動かねえ。暴れるでない、見苦しくてかなわん。
世の器が措置を欲していたようであったが、無駄足であったか。もうよいファントム、話してやれ。やはり世はソチの苦しむ姿の方が心地よい。そうよ、よいお経であった。また会おうぞ兄様。心変わりしたら来るがよい。世は寛大だ。いついかなる時でも受け入れてやるぞ。ああ、いつでも言ってやるよ。てめえをぶっ殺しにな。楽しみにしておる。